何の仕事してるんだろう。ね、でも先ほどね、ララリミティの中にもありましたけど、好きな仕事、好きなことを仕事にするってどうですかねっていう学生さんの声もありました。私も今好きなことを仕事にできている一人なので、辛いことがあってもなんか頑張れるのはこういうことなのかななんて思ったりします。ぜひ皆さんもですね、今年の目標ありましたら、引き続き番組ホームページや投稿フォームからお寄せください。よろしくお願いします。さあ、明日の日本列島夕方ラジオ4時台は NHK 大阪からの関西ラジオワイド、そして5時台は NHK 松山のホット四国をお届けします。また東北の皆さんには明日は5時10分からですね、いつも通りナンダリーをお届けします。今日お届けしましたナンダリーミーティング東北学院大学から、明日はゲストの皆さんのトークをたっぷりお届けします。なお、福島県の皆さんには福の公開収録の模様を午後4時10分からお届けします。ぜひね、ナンダリーは聞き逃し配信でお楽しみください。ということで、ここまでのお相手は仙台放送局の千葉みのりでした。それではまた明日です。5時55分になりました。ニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今月1日の地震で液状化現象が50カ所以上確認されている新潟市西区で、今日専門家の